じゃ、運転手は俺が指名しよう。君、君がいいね。お前の車を運転させろ。その場合はレンタカー代をいただきますが、なんて。じゃあ、君がレガリアを運転で決まり。よし、準備しようか。私はカンナギの血を引いています。母と同じように皆さんに平和を届けます。この日、歴代最年少のカンナギが誕生した。お祈りは大変ですか？いいえ、あ、並んでいる人たちは大変ですね。でも必ず全ての人にお祈りをします。世界は期待と不安の眼差しでその成長を見守った。伝えたいことが終わりだと聞きましたが、周りに痛みで動けない人がいたら教えてください。私がそこへ向かいます。必ず助けます。カンナギの使命です。いいえ、立ち止まりません。やがて世界は彼女に導かれていった。協定の成立については、争いが静まれば苦しむ人が減ります。これは未来への大きな一歩となるでしょう。私たちは確実に真の平和への道を歩んでいます。どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ・フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません。すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。おつらいでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ、俺んち来いってな。なあ、神さんを追い出すわ俺。ドクト、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよいきなり。結婚後は世界から注目浴びることになんだろう。え、そうかな。今もそうだけど、あんま気にされないんじゃない。なんだよそれ。今もまだ気にされていないからこそだな。パッとしねえまんまじゃルナ・フレーナ様がお気の毒だろう。はあ、そうか。ノクト、ルナ・フレーナ様にふさわしい男になんないと。カンナギの公務でただのお荷物になっちゃ恥かくだろう。まったく、好き勝手言ってんな。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。おっ、いい感じ。ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。ねえ、
休憩しない？ああ、そうだな。おお、じゃあ武器は俺が預かる。腰が痛え。倒してきてくれるのか。いいところに来てくれた。車が動かないんだ。感謝するよ。これで安心だ。やった！完璧！助かったよ。なんとか帰れそうだ。よくやったじゃねえか。あとは自分でなんとかできそうです。解決できたな。さあ帰ろう。どうもな。よくやったじゃねえか。するとやられるぞ。これならどうだ。終わりだ。油断禁物ってね。さて、先を急ごう。うん。おう。大したやつ。マジ。行くぞ。だな。悪かったって。
よし、完璧。おつ、皆さん。Ah!
うまくいったな。すげえ俺たち頑張ったよね。うん、よくやったんじゃねえか。マジで厳しかった。やるか。はっ。まず晩飯を食べないとな。はい、できてんぞ、早く来い。食べとかない？遅いわ。早く持ってけ。ありがとうございました。感謝するよ。これで安心だ。解決できたな。終わりか。手加減は死ねよ。さすがだ。ロクト、応戦しろ。はいよ。じゃあ取るよ。
お、いい感じ。ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。Yeah.